皆さん大変です。こちらをご覧ください。ボードゲームゴジラ。2月20日よりゴジラストアにて世界最速予約開始。あ、これじゃなかったわ。ま、これもいいんだけど楽しみだしね。これ、東宝新作。超大作怪獣映画。エキストラ募集。まあ、こちらはですね、ゴジラの情報が逐一入ってくるゴジラプラスっていうアプリなんですけど、そこに入ってきた情報なんですよ。まあ、エキストラっていうのは群衆シーンなど大人数が登場するシーンや主演、脇役などのキャスト以外でクレジットがつかない無名の出演者のことで、まあ、ゴジラ映画で言うと逃げ惑う人とかね、そんな感じですよ。そのエキストラが募集と。で、いつ公開とか全くわからないですし、内容について詳しくはここでは触れませんので、気になる方はこのゴジラプラスのアプリをダウンロードしていただきたいんですけど、東宝新作ゴジラアプリ、確実にゴジラでしょコナン君じゃなくても気づくでしょ。ゴジラプラスのアプリですからね。あのね、まあ、本当に泣きそうですねって言っておきながら大怪獣の後始末2の可能性も。まあね、ゴジラかどうかは断定はできないんですけど、東宝だから期待はかなりできるんじゃないかなと思ってます。で、もちろん日本の映画で監督は山崎隆さんなんですよね。山崎隆さんといえばアルキメデスの対戦、永遠のゼロ。あとは有名なので言うとスタンドバイミードラえもんとか、寄生獣とか、そしてオールウェイズ三丁目の夕日などを手掛けられている監督なんですけど、オールウェイズ続三丁目の夕日にちょこっとゴジラが登場してるんですよね。 CG で。でね、このゴジラがめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、見た目的には平成ゴジラと GMK ゴジラを足したような感じで、ちょっと古っぽさもあるんだけど、何より怖いんですよ。で、それが良くて、僕はこのゴジラ結構好きなんですよ。で、さらに最近では西武園遊園地のゴジラザライド、こちらの映像も手掛けられてるんですよね、確か。僕はまだ行けてないんですけど、これもすごく評判が良いみたいなので、まず過去の作品から見るに、怪獣映画における大事な映像っていうのはかなり期待できるんじゃないかなと思います。何にせよゴジラじゃないにしても、日本の怪獣映画が作られるっていうことは決定したわけですから、もうめちゃくちゃ楽しみですね。やばくないですか？僕今喋りながらちょっと鳥肌立ってるんだけど、いや嬉しいね。ちょっとほんと泣きそう。まあどうなるかわかんないけどね。面白いかどうか。まあ詳しくはアプリ見てください。まあ概要欄に貼っておきますので。まあね、こんな世の中ですが、エキストラ参加したい方はね、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。まあでもね、エキストラといっても、映画を一緒に作るっていうことですから、応募される方はね、その辺は胸に刻んで応募しましょう。で、当然参加となった場合は映画内容や撮影内容や誰が出てるよとか、そういったことは一切口外禁止になるので、口がめちゃめちゃ固い方のみ応募しましょうね。あの俳優さんと会ったよとかね、ちょっとつぶやいた瞬間にもう後始末されちゃいますから、一緒に作るということはね、胸に刻んでおきましょう。まあ、個人的には怖そうなとかヒーロー像とか、いろんな怪獣を僕は期待してるけど、一番期待してるのは、強そうな怪獣を期待してます。すっごい頭悪そう。でも一番それを望んでるんですよ。まあでも、もっと言うと、面白けりゃ、何でもいい。もうどんな設定であろうが、何をしようが、面白ければ、もう万事 OK っていうかさ、大大演っていうかさ、いいと思ってるんですよ。うん。だから、面白い映画をね、面白い怪獣映画を期待しています。ああ、もうグズのこと考えてる。はい、そんな感じで、まあ、今回は緊急で撮影させていただきましたが、みんな、何年先になるかわかんないけど、それまで、生きよう。絶対、感想言い合おうね。そんな感じで、ご視聴いただき、ありがとうございました。